大家好，我是大介。大家说话的时候应该会很常用的句型，とても、とても。但其实跟朋友聊天的时候很少用。とても的中文意思是很、非常、超级等等，跟朋友聊天的时候很常用吧。但日文的话，如果我的朋友跟我说とても，我觉得会有违和感。我已经说过100次，课本和聊天的日文不一样，所以今天我要介绍哦。台湾の夏ってやっぱり暑い？とても暑いよ。特に湿度がとても高いね。今日はとても疲れたね。うん、とても眠い。这样对日文老师来说很好的日文，所以可以是可以，但是跟朋友聊天的情况说とてもとても、不太自然。我想说这是课本的日文，我跟我的朋友聊天的时候不会这样讲的，因为有点太正式的感觉。我觉得用敬语的时候还有写字的时候才会使用的。那你想说とても应该怎么换一个说法呢？有几个说法。かなり、すごく、結構、めっちゃ、マジで。你记住这五个就好了。かなり、すごく、結構、めっちゃ。加マジで，大概的程度是这个。めっちゃ和マジで比较高一点。台湾の夏ってやっぱり暑い？めっちゃ暑いよ。特に湿度がかなり高いね。今日はすごく疲れたね。うん、マジで眠い。很自然。とてもかなりすごく結構。我觉得要用敬语的时候也可以说。めっちゃマジで。要用敬语的时候不说比较好，有点随便的说法。那跟朋友聊天时的とても的其他说法怎么说比较自然呢？追起来看看吧。新しい職場はどの辺なの？三市屋の方だよ。バスで1時間くらい。それは結構遠いね。日本語の助詞はすごく難しいね。毎回言い間違えちゃう。俺も日本人だけど、助詞を教えるのはかなり難しいね。駅の近くに新しくオープンした韓国料理屋、すごく美味しいらしいよ。駅の近く？こないだ近く通った時に結構並んでたな。今度行ってみようよ。なんで世界は 5G で騒いでるのに、うちの Wi-Fi はこんなに遅いの？マジで腹立つ。今回のプレゼンかなり良かったよ。またよろしくね。ありがとうございます。とても重要なプレゼンでしたので、無事に成功できてよかったです。要用敬语，比如说在工作的时候说とても，很自然。あれ、めっちゃ頑張って暗記したのに、思い出せない。単語ってずっと使わないとすぐ忘れちゃうよね。30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいってドラマ知ってる？台湾でもめっちゃ人気あるんだよ。そうなんだ。結構面白そうなタイトルだね。跟朋友聊天的时候不说とても。如果你想把自己的日文变成更自然的话，试试看哦。那今天的影片就到这边，如果你喜欢我的影片的话，请按赞、分享、加订阅，下次见，拜拜。
家めっちゃ年轻人还蛮喜欢的说法めっちゃ还有一个めちゃくちゃめちゃくちゃ台湾の夏はめちゃくちゃ暑いね台湾の冬もめちゃくちゃ寒いね现在真的很冷大家多穿一点哦